おはようございます。自分放送局開局請負人の桜木です。今日はいつもとちょっと違う話なんですけども、自分がよくこう撮影で汗を拭いているこれなんですけど、手拭いなんですね。和手拭い、ハンカチよりも大きいので、いろんな使い方があります。皆さん手拭い持ったことある人は気づくと思うんですけど、この部分ですね、切りっぱなしで布がほつれてきているんです。もちろん買った時はこうほつれてないんですけども、こういうふうにどんどんほつれていく、この部分ですね。はい。桜木は手拭い買うと、まずこの部分を少しだけほぐします。こうすることによって、糸が出てきて絡むことがないので。折り返して縫うこともあります。お気に入りの手拭いなんかはそうしたりしますけども、なんでこれこういうふうになってるかっていうと、日本って湿気が多いじゃないですか。顔を汗拭くだけじゃないですよね。手拭いっていうのはいろんなものに使ったわけです。キッチンペーパーだったり、ラップだったり、お台布巾だったり、何にでも使ったわけです。その時にこういうものを水浸しの状態で家の中に置いておくことができないわけです。日本の湿度は高いので、そういう時にこれを乾かす時にこう干すわけですよね。そうすると雫がここに来て、ここが折ってあると乾きにくいんですよ。ここがこういうふうにほつれてることによって乾燥が早くなるという昔の人の知恵なので、ここはそのまま縫わないで使われているわけです。これは一部縫ってあります。ただしこのほつれ部分を縫ってるんじゃなくて、こういう状態で縫ってるんですね。ここを縫っています。あとは反対側のここを縫っている。ここですね。ここを縫っている。こういう状態でございます。こういうふうに縫われている。これ、ここをひっくり返すと、今までハンカチのように使えてたものがこう袋状になるんですね。で、ここに物を入れると、コンビニ袋ぐらいのサイズになるわけです。ちょっとしたエコバッグになるんですね。手ぬぐいというのはすごい丈夫で、いろいろなことに使えます。あと、時代劇とかでよく見ると思うんですけども、一部に傷をつけて引っ張ると裂けやすいんですよ。なので、何かを修理するときに紐に使ったりとか、昔子供が靴擦れ起きたときにちょっと裂いて足に巻いてあげたことがあります。和手ぬぐいすごく便利です。いろんな使い方ができます。皆さんもフェイスタオルを買うんであれば、和手ぬぐい1本買った方がお得だと思います。和手ぬぐいはおすすめです。以上、自分放送局開局請負人桜木がお届けしました。今度こそもっと余裕を持ってやろうと思っているのに、ギリギリになる。余裕を持ってやろうと思っているのに、ギリギリになる。それを繰り返す。 こういうことってあるよね。あるよ。